赤松さん、嘘をついたの？気づいてなかったんだね。赤松さん、僕を信じようとしてくれてありがとう。大間の嘘に振り回されただけで結局何もわからねえままじゃねえか。進行してる間にも残された時間は刻一刻と短くなっていくわね。裁判に時間制限なんてあったっけ？そりゃあれやろ、議論を続けて時間稼ぎなんてグダグダ展開、誰も望んでおらへんからな。そうなったら貴様らをぐっちゃぐちゃにして地獄っぽい光景でごまかすけどな。これまでに分かったのは、凶器である包丁を持ち出したのは葉隠さんで、彼は赤松さんたちの部屋で犯人と争い凶器を奪われて殺害されたということね。容疑者は全然絞れてないけど、特に怪しいのは赤松たち3人。それは変わらないよ。めんどいの。赤松、もう自白してはどうじゃ。自白することなんてないよ。面倒だからって終わらせようとしないで。主は言いました、楓が犯人。もうそんな流れでどうかと。こんな形で終わっちゃダメだ。それじゃ誰も満足しないよ。だから、日向くん。そうだな。ここは俺に任せてくれ。みんな聞いてくれ。さっきも言った通り、赤松は犯人じゃないんだ。何か赤松さんの容疑を晴らせるような証拠が？また男子が嘘をつこうとしているなら天狗が承知しませんよ。いや、嘘じゃない、確実な証拠があるんだ。現場になったあの部屋にはあるものが落ちていた。そうだよな、東条。あなたが言っているのはあれのことかしら。確かに落ちていたけれど、それがどうしたの？それともう一つ重要なことがある。赤松、お前は気づいてるんじゃないか。あの殺人現場に違和感があったことにな。俺たちの部屋に落ちていたもの、そしてある大きな違和感、それらを合わせることで見えてくる事実があるんだ。あ、それってもしかして。ちょっと待って、そこまでだよ。それ以上はさせないよ。だってこれって体験版なんだから。うぷぷ、お前らのご入学を心よりお待ちしてますよ。あはははは。ねえ、僕たちの演技どうだったかな。うぷぷ、悪くなかったと思うよ。最後もうちょっとありそうでないという無意味な引きもね。最後にうまく盛り上げられるかちょっとヒヤッとしたけどな。なんとか無事に終われたし、今日のところはこれで解散だな。バーイなら。みんな、お疲れ様。ああ、お疲れ。またな。おい、待ってくれって。アホか。あ、お知らせです。素敵だわ。ヘルヤー。
バーグマン。